はい、東洋球整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、髪の毛のツヤの出し方についてお話したいと思います。髪の毛のツヤの出し方なんですが、他のショーでですね、私の動画で、髪の毛を丈夫にする方法というのを、まあ、流したんですが、髪の毛を丈夫にする方法の中で、まあ、腎臓と密接に関係しますよというお話をしました。まあ、腎臓と髪の毛っていうのは直接東洋医学で結びついてますので、その髪の毛の、土台、髪の毛という物体を作るのは、まあ、腎臓なわけなんですね。その腎臓の高め方なんですが、私の動画の最強の老化予防アンチエイジングというショーを見ていただければ、腎臓の高め方がしっかり、まあ、説明されてますので、そちらを参考にしてください。それでですね、腎臓が高まったと、腎臓が高まりましたら、髪の毛という物体、物質がボンとできるんですよ。ね、でもそれができたらツヤが出るかっていうとまた違う問題なんですよね。どうやって、ツヤを出すかっていうと、その髪の毛に血がしっかりいってないと、ツヤが出ないんですよね、東洋医学では。ね、まあ、髪の毛にしっかり血がいく、じゃあどうしたらいいんだということなんですが、東洋医学では、まあ、血虚を防ぐ、ね、血虚、これは、まあ、血が虚しいって書くんですけど、血が虚しい状態を、まあ、防ぎなさいということなんですね。どう具体的にはどうするかというと、まあ、胃を丈夫にし生命力のある食べ物を、まあ、食べるんですね。これもね、まあ、細かく説明すると、まあ、それだけで、まあ、ものすごく時間がかかるんですが、まあ、注意していただきたいのは、まあ、ここにも書きましたけど、まあ、白砂糖をまず取らないということですね。白砂糖は ものすごく悪いんで、胃も荒らしますし血液も汚すんで、もう最悪なものなんで、白砂糖をやめた方がいいですね。家庭に置く、まあ、砂糖は天才糖を、まあ、当院ではお勧めしております。あとはですね、冷たいもののガブ飲みとかね、アイスクリームとか食べまくってるとかね、そういったことをすると、まあ、胃に負担がかかってきますし、やめた方がいいですね。まあ、あとは生命力のある食べ物ということなんですが、まあ、基本的に、まあ、一番代表的なのはね、やっぱり玄米ですね。玄米をしっかり噛んで食べるということですね。あとは、まあ、まあ、日本の伝統的なやっぱ食事がいいですよね。納豆とかね、海苔とか海藻とかね、そういったものを、まあ、よく噛んで食べるということですね。まあ、ちょっと前後しましたが、東洋医学ではですね、食べ物を食べて胃で、血として肉とするわけなんですよね。血として肉とするわけですから、胃でしっかり、まあ、血を作るわけなんですよね。胃だけで作るわけじゃないんですけど、食べ物を食べて食べ物から胃で、血として肉とするんで、まあ、血を作るということなんですよね。もう一つはですね、3番目、おけつの処理、これもすごい重要で、おけつっていうのは東洋医学では、まあ、汚れた血、まあ、停滞した血っていうような意味なんですが、まあ、髪の毛がありまして、先ほど血がしっかりいかないとダメですよってお話しましたよね。血がしっかりいきたいんだけど、おけつ、悪い血が途中にあるとそれが邪魔をしてですね、髪の毛までいけないわけなんですよね。要は道路があって血が動こうかなと思ってるのに、障害物があって血がいけないということなんですよ。だからしっかりおけつを処理をすることで、まあ、血虚という、まあ、血がしっかり流れますし、あとは例えば体に100血があったとしたら、そのうち20がですね、悪い血だとすると、悪い血が20だと相対的に80しかいい血がないわけなんですよね。そういったこともありますので、そのおけつを処理するということはものすごく重要なことなんですよ。で、おけつの処理の具体的な方法となれば、これはもう鍼灸治療と漢方ということになるんですが、まあ、日常生活的に気をつける点としては、まあ、加工食品ですね。あとは食品添加物、あとは先ほど言いましたけど白砂糖、ね、あとは肉食ですね。まあ、牛肉とかね、豚肉は基本的に、体を、まあ、血液汚しますね。私なんかは、まあ、日本人はね、まあ、他の省でもちょっとに肉について喋りたいなと思ってますけど、鶏肉はね、日本人も、まあ、伝統的に、まあ、少量を取ってるんですが、基本的に日本人っていうのは、肉をね、そんなに食べてないんですよね。あとは、まあ、日本人の腸の長さから考えても、まあ、欧米人より全然長いんで、
やっぱり肉食にはまあ向かないですし、そういったことでまあ血液が汚れますね。ちょっと冒頭に戻りますけど、髪の毛のツヤの出し方なんですけど、要はしっかりとした、まあ、腎臓を高めて、髪の毛をボーンと作って、そこにしっかり栄養するということですね。その方法を、本日は述べました。以上です。